直接学んだ時にはもっと売り上げが伸ばせるんじゃないかなと思ったのがきっかけで講座の方に入らせていただきました。入学させていただいて4ヶ月間ぐらい学ばせていただいた時にやっとこう200万円という壁を超えることができたという感じですね。皆さんこんにちは。こんにちは。今後はですね、入学120日で月商237万円売り上げたシモンさんと一緒にですね、動画を撮っていきたいと思うんですけど、本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。お名前はシモンさん、ね、はい、シモンと言います。ありがとうございます。今どういった業種で活動されていらっしゃいますでしょうか？ SNS 集客であったりとか、公式 LINE を活用したこうリストマーケティングのことをお伝えしてあげて、自分の商品とかサービスを販売するまでの流れっていうのをお伝えしています、販売促進のそのコンサルティングっていうところですね。弊社学科入学いただいて120日経つということなんですけども、うちの実践先集客学科以外でも SNS のスクールっていっぱいある中で、一応選んでいただいて一番の決め手とかってあったりされるんですか？しっかりとテンプレートが用意されてるっていう点が僕の中では一番大きかったです。ありがとうございます。確かにうちも結構テンプレの量でいうと業界ピカイチだと思うんですけども、その他に何か入学の決め手であったりされたんですか？もともと僕北野さんのことを知ったのが、書籍を出されてると思うんですけど、こちらですね。すごい、あ、そうです。その中に書いてあるノウハウだけでもすごく濃い内容が書いてあって、直接学んだ時にはもっと売り上げが伸ばせるんじゃないかなと思ったのがきっかけで講座の方に入らせていただきました。嬉しいですね。でもそう言っていただけると。実際にちょっと現状の成果ってところもね、聞いていきたいと思うんですけど、入学前の状況はどうで、入学いただいた後どうなったのかっていう順でちょっとね、聞いていきたいと思うんですが、入学前って集客面とか売上面どんな感じでしたか？1日だいたいインスタグラムで5リストぐらいは集客することができてたんですけど、ただ売上で言ったら152万円が最高月収って感じで、ずっとそこを超えられなかったんですよね。入学させていただいて4ヶ月間ぐらい学ばせていただいた時に、やっとこう200万円という壁を超えることができたっていう感じですね。もともとに150万円売上があるっていうのもすごいことですけども、ご自身でもともとインスタと LINE を使ってある程度リストも解いて売上がそこそこ上がってはいたけど、それでもやっぱなおうちで入学いただいて学ぼうと思ったのってどうしてなんですか？まだまだ自分が知らないノウハウってたくさんあると思いましたし、そういった情報に触れることで自分がより一層高いステージに登っていけるんじゃないかっていう探求心、自己成長ってところに僕はすごく楽しみを感じているので、まだまだこう学んでいきたいっていう思いがあったからこそ学ばせていただいたっていう感じですね。素晴らしいですね。というところで4ヶ月目で月商で言うと237万円ですかね、正確に。そうですね、はい、はい、売上を達成されて、今インスタグラムのフォロワーって何人ぐらいいらっしゃいますか？4000人を超えたところです。 LINE アットの読者はどんな感じでしょうか？今2300ちょっとぐらい。素晴らしいですね。実はね、シモンさんインスタグラムのリールがバズりまくって、そこからもねめっちゃリスト取れてるって話まで後ほどちょっと聞いていきたいと思うんですが、早速皆さんもねお待ちかねのそのインスタ集客の成功の秘訣ってとこ聞いていきたいと思うんですが、こちらに今シモンさんのインスタグラムをね表示をさせていただいてますので、こちらを沿ってね進めていきたいと。今4041フォロワーで、アイコンとかプロフィールもしっかりとね構築されていらっしゃるというとこなんですけども、シモンさんがインスタやる上で意識されているポイントってどういうあたりですかね？まずフォロワーさんとしっかりコミュニケーションをストーリー上で取っていくってことをすごく大事にしてます。大事ですね。インスタグラムってぶっちゃけストーリー一番重要ですもんね。ストーリーができてなければもう何もダメっていう感じですね。もうコミュニケーションっていうのは DM でやり取りしたりとかっていうやつですかね。基本的にアンケートを取ってみたりとか、質問箱を投げてみたりだとか、他にもクイズを出してみたりだとか、ストーリーを見た人がなんかアクションを起こせるような感じのことを僕は常にこう意識して投稿してます。ユーザーだったりとか、そのフォロワーの人たちにアクションをいかにさせるかっていう習慣をつけるかっていうのが、マーケティングでお客さんに商品を買ってもらうために一番重要なね行動だったりするので、ここでしっかりと信頼関係を構築することができてると。これは確かに皆さんもね今すぐやっていただいた方がいいですよね。ちなみにね、ハイライトとかで質問回答とか無料相談とかサポート生のお声とかもね綺麗にまとめられていらっしゃると思うんですよね。投稿とかもねすごい綺麗にこういうスライド形式でされていて、結構保存数とかも多いんじゃないですか、シモンさんの場合。最近は保存だいたい100ぐらいは保存していただいてる。すごい。保存数増やすためにどういう風な内容の投稿したいのって結構ネタ困る人って多いと思うんですけど、シモンさんこれどういう風に考えてますか？他の方の投稿とかもリサーチをして見に行くんですけど、自分がなんで保存するのかなって考えた時に、その情報を絶対一度って忘れちゃうじゃないですか、忘れた時にも見返しておけるように取っておこうって気持ちになるような情報を提供してあげることを僕は結構意識してます。見返したくなるようなマニュアル感みたいな。はい、そうですね。マニュアル感。保存数が多ければ多いほどインスタグラムって発見タブのおすすめの一覧に乗って、そこからねすごいフォロワーがバンバン増えてくるので、こういう風な投稿をやっぱ作っていくためにもちょっと手間はかかるんだけど、スライド式で中途半端な投稿を上げるよりは質の高い投稿と、シモンさんリールがねすごいバズってるということで、新チャンネルの方でもね動画上げてると思うんですけど、リールについても知りたいよって人いっぱいいると思うんですよね。リールについてのより詳しい動画とかは概要欄とコメント欄にねまた別撮りのやつ貼っとくんで、そっちまた後で見といてほしいんですけど、リールからの実際 LINE への集客数ってどれぐらいなんですか？先月の12月だけなんですけど、1ヶ月間でだいたい1157リストぐらいは獲得することができました。1157リスト、これは実
件ですよ皆さん30日間で1150のアリストって、これは確かに僕もねあんまり聞かないですね。そんな大注目のシモンさんのリールはね1万再生とかはねやっぱり下回ってないですし、やっぱ12万13万そして多い投稿ですとここに出ている投稿で125万とか216万、200万再生超えてますね。今リールっておすすめの発見タブの一覧にねシモンさんリールポコンって表示されて、そっからシモンさんフォローしてない人でもそれを見つけて、この人のリール面白いな、シモンさんのページに飛びます、いいなと思ったら LINE 登録されるみたいな、これはもうリールの確実にたまもんですよね。リールって今めちゃめちゃやっぱチャンスですよね。そうですね、うん、今こうインスタグラムが一番推してる機能でもあると思いますし、うんうんうん、今やることによってこうバズりやすかったりもするので、今すぐ始めていくのがおすすめですね。本当にそうですよね。でやっぱ先行者利益っていうのもあるので、1日でも早くやっぱリールをね制覇したもの勝ちですというところですよね。ちなみに3倍の動線のところも聞いていきたいなと思うんですけども、インスタから LINE アットに入ってきました。 LINE アットからどういう風な流れで販売をしてるんですか？日頃のこう配信をしていく中で個別相談みたいな感じで、無料で僕のノウハウを全てこう提供していく、ノウハウを無料でまあ提供して、これ LINE 通話とかね Zoom とかで個別でご相談に乗って、でそこからどういった形でご契約につながる感じでしょうか？聞いた方の中でもどうしても一人ではできないとか、サポートをしてほしいですっていう方だけに関しては、この商品をご提供しているって感じで、販売をしています。素晴らしいですよね。営業で一番大事なのって営業力か見極め力って言ったりしますけども、商品に興味がない人には提案しない、逆に興味がある方に対してはもうしっかりと提案をさせていただくと。だから営業してもお客さんに嫌われることとかないですし、ここはしっかり徹底されていらっしゃるなっていう印象は受けますね。営業に関してはうちのテンプレ通りに基本的に話していただいてる感じですかね。僕は Zoom を使ってグループで行ったりもしてるんですけど、北野さんのそのセールスのテンプレートとかも活用させていただくことによって、12月はすごく売り上げが伸びたって感じです。素晴らしいですね。個別相談とあと Zoom のセミナーだったりとかも一応両方やられているっていうところで、商品単価とかも差し支えなければ教えていただきたいと思うんですけど、どれぐらいの単価で今販売されてますか？レベシアなんで人によってこう単価が違うってところもあるんですけど、だいたい29万8000円から39万8000円の間ぐらいです。制約率的に言うとどれな感じですかね？10人僕のお話を聞きに来る方がいたら、だいたい4名の方ぐらいは購入してくださる。素晴らしい。結構やっぱ制約率安定されてますよね。そうですね、これもやっぱり北野さんのそのセールスのテンプレートがあったおかげで、もともと10人いた時に、2人ぐらいだったんですけど、結構制約率を伸ばすことができたと僕は思います。弊社のテンプレ通り実践していただいて、制約率もしっかり上げていただいてと。はい、そうですね。ちなみになんか今後の目標であったりとか教えていただいてもよろしいですか？直近の目標で言ったら、まず月収300万という壁が今目の前にあるので、それをこう早く超えることっていうのがまず直近の目標で、今年の目標っていうのがやっぱり月収500万円っていうところを超えることを目標にしています。素晴らしい。2022年は月収500万円いきましょう、シモンさん。はい。ということで今日ね、いろいろシモンさんにそのインスタのコツであったりとかね、販売のコツところをね、いろいろインタビューさせていただいたんですが、下の概要欄の方でもですね、シモンさんの LINE 公式アカウントとインスタのリンクも貼っておきますので、シモンさん LINE の配信もねめちゃめちゃ上手ですので、こちらもぜひ皆さん登録してねチェックしてみていただきたら嬉しいなと思います。シモンさん本日はお時間いただき本当にありがとうございました。ありがとうございます。はい、皆さん今日もね動画最後までご視聴いただきありがとうございました。私の LINE ではこちらに出ている豪華7大特典っていうのを今だけプレゼントしております。実際弊社がインスタグラム累計100アカウント以上運用してきた中で体系化した今最新の最も熱いインスタグラムを使ったノウハウの講義動画や、 LINE アットの配信で制約率を2倍3倍と高めることのできる配信のテクニック系の動画、そしてうちがですね3年間で累計8億以上の売り上げを作ってきたそのマーケティングのね本質をまとめた累計150分相当のですね動画講義っていうのをね無料でプレゼントします。さらに今だけ弊社をね出させていただいている書籍、こちらもね無料で受け取ることができますので、興味ある方は下の概要欄から今すぐ LINE で登録いただいて、プレゼントもねゲットしてみていただければなというふうに思います。そして私の YouTube ではですね、日本一実践的で分かりやすい SNS の集客に役立つ再現性の高いノウハウを日々配信しておりますので、非常に重要な情報を見逃さないためにもですね、今すぐぜひチャンネル登録もポチッと押していただけたら嬉しいなというふうに思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。